にしはるチャンネルのぽんちゃんです。パパです。あっちゃんです。今日は質問コーナー。イエーイ。先日インスタグラムにて質問を募集しました。そしたらなんと200件近くの質問が来ました。200件。フォロワーも100人近く増えた。ありがとうございます。同じのも何個かあったから、うん、200件ってわけではないんだけど、はい、できる限り全てお答えしていきましょう。はい、答えていきます。じゃあいいですか。はい、どうぞ。サニーサイドチャンネル、こっちゃんとあっちゃんの将来の夢は何ですか？こっちゃんの夢は女優さんになることかな。おお、ドラマとか出たいの？あ、そう。こっちゃんドラマめちゃくちゃ好きなんだよ。そう、めっちゃ好きだよね。そう、大好きだっち。チャイテッチ、チェイスね。はいはいはい。チェイス、うん、パーパトロールのキャラクターだ。あー、はい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 。大好き。話を回してくれてます。チェイス、あっちゃんワールドがすごいんですけど、あっちゃんは大きくなったら何になりたいの？たい。兄弟喧嘩はしますか？毎日10回ぐらいはします。遊んでは喧嘩して、くっついては喧嘩してって感じ。そう、何しても喧嘩する。仲はいいんだけど、すぐ揉める。まあ兄弟なんてそんなもんでしょ、ね、パパとママの馴れ初めを聞きたいです。ちょっとマニアックじゃない？馴れ初めって何？馴れ初めって何だって。出会った経緯みたいなことだよね。うん、うん、パパ答えてください。はい、出会った時からママがパパのこと好き好き好きっていう感じで、まあ仕方なく付き合ったみたいな感じですね。逆だね。逆です。パパがそういうこと言ってたんだよね、多分。こっちゃんがハマってることは何ですか、最近？ダンスです。習ってるもんね。うん、うん、ダンス楽しい。どんなダンスが好きなの？大人っぽい感じ。あとあれも出てたよ、動物の森。あ、最近買ってね。あとあれじゃない、リップスティック。あ、でもちょっと友達の家でやってちょっと食べてる。もうちょっと怖くなってる。もう全然何でもいい。あんちゃん、ゲームだ、ゲーム。あんちゃんめっちゃ食べるじゃん。調子いいね。企画のあれが来てるよ、案というか。お、大食い企画やってほしいって。大食い企画。パパが太ってるからって食べてると思ったでしょ。あ、でもこっちゃん最近結構食べるからいいかも。こっちゃんいけそう。うん、ママがいい。うん、あっちゃん体質、はい、あっちゃん体質。なんか幽霊みたいな。パパ何なら食べれます？パパね、大食いするのはラーメンかな。ラーメン？ラーメンならいけると思う。お寿司とか面白そうじゃん。回転寿司で何皿食べれるか。ちなみに俺たちやばいよね。回転寿司行くとほんと5皿とかだよね。寿司じゃないやつをめっちゃ食べる。そう、めっちゃ食べる。デザートとかさ、とりあえず行ってデザートだもんね。で、ご飯食べてまたデザート食べる。で、揚げ物食べて、麺食べてみたいな。あ、そうだね。寿司って言われると多分5貫くらいしか食べない。わかりづらいね。お姉ちゃんと妹ちゃんの新生児の頃はどっちの方が小さかったですか？あっちゃんです。うん、確かに。こっちゃんは予定日から11日も遅れて生まれて、うん、そうだね。あっちゃんは4日早かったの。だからあっちゃんの方がちっちゃい。ちっちゃいね。 3096g。 アンジがそうだね。そうで、ココロが3280。認知しているファンはいますか？認知してる方って何？コメントとかくれた時にさ、あ、その人いつもくれるなみたいな。こっちゃんはちょっと難しいじゃない、漢字読めないから。ああ、そうそう。コメントもこっちゃんにこうやって来てるよっていうのは伝えるんだけど、うん、ママとパパがね管理してるから、うん、こっちゃんもね。だけどパパとママは結構ね、結構わかる。あっちゃんの一番好きなキャラクターは誰ですか？チェイス。チェイスの？こんなスカイフを集めてきたのに。チェイス、チェイス。スカイとチェイスで、最近アンパンマンよりね、パウパトロールにハマってます。好きな YouTuber さんは誰ですか？パパに聞いてるかな。多分こっちゃんだ。ああ、こっちゃんどうぞ。スカイに聞いてる。あ、スカイに聞いてるのか。スカイさん、好きな YouTuber は誰ですか？パパ。パパ、ね、確かに YouTuber、うん、そうだね、そうだね。好きな YouTuber さんか。はい、リアルケース、横幕アコちゃんの。ああ、はいはいはい。
きなテレビ番組は何ですか？パパテレビ見ません。ママも見ません。こっちゃんは天才テレビくんにハマってます。天才テレビくんね。こっちゃん自分自身も出たいんだよね。なったけど、ピボン。はい、あっちゃんありがとう。はい、ありがとう。うん、あともう一つあるんだけど、うん、モニタリング。いい機会だからあれだね。2歳児もこんな感じだよ。コメントでさ、めっちゃお利口ですねとかさ、あっちゃん泣いて泣くんですかとか言ってくるから、めっちゃ泣くし、めっちゃ綺麗です、めっちゃわがままで。こっちゃんがアンジに一番ムカつくことは、サニーサイドチャンネルの名前の由来は何ですか？これはママがしたのかな。言えない。大丈夫、言えるから。サニーサイドっていうのが日向とか、うん、暖かい場所みたいな、うん、なので皆さんの暖かい場所になれたらいいなっていう思いでサニーサイドにしました。その通りです。忘れてた。街中で見つけたら声かけてもいいですか？ぜひ。ぜひ。どうぞ。声かけると、この、はい。ちょっと恥ずかしがっちゃうかな。はい、そうです。ありがとうございます。そんな言ってない。ありがとうございます。めっちゃおどおどしちゃうじゃんね。すいません。すいません。めちゃくちゃ緊張してます。ファンネームとか、ファンマークってありますかって、作ってくださいって、実は考えました。考えました。ファンネームはママに言ってもらいましょうか。なんでよ、忘れてる。ファンネームは、はい、ママでいいの。はい、日向ぼっこになりました。おーほほほほほほ。サニーサイドが日向なので、はい、日向ぼっこと呼ばせていただきます。めちゃめちゃいいよね、これ、はい、ママが考えたんですよ。パパは、みたいな感じだったんだけど、よーって言って編集長さんもめっちゃいいって言ってくれて、だよねで。パパもなんか急に、お、いいねとか言い出して決まりました。概要欄に一応書いておこうかね。ファンマークも決まりました。はい、太陽と虹のこちらです。出てるでしょ。こちらです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしこっちゃんに彼氏ができたらどうしますか？ママは普通にご飯作ってあげたい、一緒に食べようって感じで。そんなフレンドリーにはなれないな。こっちゃんに彼氏はちょっと無理だね。こっちゃんの彼氏になる人覚悟しといてください。こっちゃんはどういう系統の洋服を着ますかって。系統って何？ガーリー風な、なんとかとか言う。ガーリーって何って聞いてくる。ちょっとおしゃれっぽい感じ。あこっちは結構シンプルが好きなんじゃない、うん、でも色とかはでも紫とかピンクが好きなんじゃない。洋服は結構あんま選ばないね。うん、茶色とか色とか。ほー。 YouTube の最終目標は何ですかって。最終目標ね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。んこれさ、YouTube やってる方で、この前声かけてくれた方からだと。おお、パパは誰か分かった。こっちゃん分かった。こっちゃん分かった。多分そうだ。はい、最終目標ね。うん、もうただ一つじゃない。ただ一つだよね。 YouTube 始めた理由じゃないの。とにかく放送中とかに出たいです。有名になりたいとかそういうことだから、うん、テレビに出れたら目標達成だよね。そうだね、そこが最終目標だよね、うん、YouTube を始めたきっかけを知りたいです。最終目標と一緒だよね、うんうん、こっちゃんがママとパパにね、有名になりたいって言ってくれたんだよね。で、YouTube からやってみるっていう感じだったよね、うん、最初に撮った動画ってマジカルバナナだっけ。ああ懐かしい。撮った、もう YouTube ってことがあんまり分かんない時に撮った。で、初めて撮ったロングの動画が、うん、あのママの化粧道具使って。そうだっけ、それが初めて。もうよく覚えてるね。そうだった気がする。でもパパめっちゃ覚えてる、このシーンだけ。 RMK ですって言った。言ってた。めっちゃ子供っぽかった。ね。こっちゃんとあっちゃんの本当の名前はなんて言うんですか？ココロとアンジュです。アンジュ。いや、わかりにくいから。ココロはわかるじゃん、うん、アンジュはわかりにくいからなって。身長体重教えてください。171cm の86kg です。コレステロール引っかかりました。コレステロールと中性脂肪が健康診断で引っかかりました。6倍だったね。笑うじゃない。早急にダイエットしましょう。そうだね、ちょっと痩せようか。うん、はい、はい、サニーサイドチャンネル。
パパさん、ママさん、こっちゃん、あっちゃんの新学期の目標は何ですか？おー、新学期？どういうこと？3年生になるでしょ？なったでしょ？目標は3年生何頑張りますか？はい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 、算数かな？勉強ってこと？うん、勉強かな。ちょっと苦手なの算数？国語とかはちょっと得意だけど算数は苦手かな。パパは何を頑張りますか？中性脂肪とコレステロールを下げるっていうことかな。太りすぎちゃったからね、たまにコメントでね言われるんだよ、前の動画から太りすぎてませんかみたいな。多分20キロまでいかんけど15キロくらいは太ったと。ママは何ですか？仕事で外に出てるわけじゃないから、新学期っていう概念がさ、なさすぎて。まあ、ないよね。そう、家事と編集の両立を頑張ります。誕生日はいつですか？12月の14日です。誕生日は10月5日ですって。サンリオキャラクターで誰が一番推しなんですか？お、めちゃくちゃ好きじゃない？好き。誰が一番推しですか？一番はクロミちゃんです。クロミちゃんだね。アンジキティちゃんだっち。アンジはキティちゃんが好き。ちゃんと合ってる。ママの作ったご飯で一番好きなものは何ですか？オムライスです。あっちゃんもオムライスかな？オムライスかな？オムライスってめっちゃなんか。おもちゃ？おもちゃ。おピーカの。ハッピーセットね。マックですそれ。ねえ、ちょっとさ、ママ結構いろいろ作ってるけど。そうだね、ママ料理めちゃくちゃ上手です。オムライスのマックなんかさ、いいじゃん。手の込んだものをやってほしかった。手の込んだものっていうよりかは、シンプルなものを上手に作れるっていうのはすごいと思うね。ありがとうございます。ぽっちゃんは好きな人いますか？はい、好きな人います。それはどんな子ですか？優しい子ですね。何年何組ですか？わー、それはちょっとダメですよ。はい、じゃあこの辺で、あっちゃんとこっちゃん好きなキャラクターベスト3を教えてください。第3位はジョージかな。ジョージなの？あ、待って、すみっこ暮らしかも。ああ、すみっこ暮らしね。すみっこ暮らしの、わちゃちゃん、白クマ。アドコンね。白クマかな。白クマ。はい、第2位、マイメロちゃんです。マイメロちゃん。第1位はクロミちゃんです。おー、多分クロミちゃん以外大して好きじゃない。こっちゃんって結構これ好きにハマるから、なんか大丈夫かな。こっちゃんって結構なんか2位とか3位あんまないよね。うん、もうこれ好きってなったらそれ以外好きなものあんまりないよね。あ、こっちゃんが好きなのは、ちょっといい、この白クマっていう。白クマね。あっちゃんは何かな。多分今1位はスカイだと思うんだよ。スカイだね。で、2位がチェイスって言ってたね。3番がプーさんだね。プーさんだね。YouTube の動画編集は誰がやってるんですか？チャンネルの概要欄っていうのかな、紹介文みたいなところにも書いてあるんですけど、編集長とママで。ママがサブですね。はい。編集長さんもね、面白いので、ぜひ出ていただきたいね。一回声だけ出たんじゃない？ゴリラ？うん。いきなり電話でリンゴと言うと、ゴリラって帰ってくるらしいってやつね。うん、そう。で、あれ電話したら編集長。ほら。ブリッコで挨拶してください。いつも応援してます、頑張ってだって。ブリッコで、うん、せーブリッコ。めっちゃ恥ずかしがってんじゃん。顔赤くしてたり。こっちゃんいける？ちょっと無理ー。無理なの？ NG 出しとく。で、パパだけね。せーの、ヤッホー、皆さんこんにちは、サニーサイドチャンネルのパパです。家族仲良しでいられる秘訣は何ですか？ママの機嫌を保つこと。なんだそれ。そうだよね、こっちゃん。うん、まあ、そうかな。めっちゃ気使われてるやん。気使って生きてるもんね。やめてよ。顔も見られてないからさ、すごい想像されちゃうじゃん。いろんな。おすすめの子供服はありますか？これパパ全然わかんない。ママに答えてもらう？ザラか。ザラ多いね。あ、ナイキ。ナイキ。あ、マリライも大好き。うん、こっちゃんはね、もうマリライちょっとサイズがあんまり合わないから。あっちゃんは結構マリライも着るし、うん、インスタのセレクトショップとかで、あ、可愛いって思ったら買います。そうね。店舗で言うと本当にザラが多いね。今度さ、それプチプラコーデとかも紹介してみたいね。うん。なんか全身トータルコーデみたいなさ。ああ。プチプラって結構手出しやすいじゃん、みんな。うん。だからみんなお揃いにしてくれるかもよ。あ、確かに。そういいね。ね。パパ
さん、明治何年生まれですか？言いすぎだろ。絶対その人、前回の動画見てる。見てくれてるね。ママと同じいじりしてる。ありがとうございます。平成だよ。いつも YouTube 見てます。DM したら返信してくれますか？返信します。基本的にお返ししてます。はい。はい、たくさん来すぎた時は返せない時もあるかもしれません。うん、好きな教科はありますか？体育かな、ね、やっぱ運動が好きなんだ、うん、勉強するのあんま好きじゃないか。そう、うん、ママもそうかも。パパもそうだと思う。じゃあそうだ。アンジュもそうか。習い事はしていますか？パパゴルフしてます。絶対パパのこと聞いてないと。ダンス。そうだね、今はダンスだけだね。これもうラストにしようか。ラスト、うん、ぽっちゃんとあっちゃんにお願いがあります。お願い。りんちゃん学校頑張ってねって言ってほしいです。だって。おお、あっちゃん言える？あっちゃん言える？ごめんなさい、あっちゃんは気分屋なので。本当に気分屋この子は。遊びに夢中です。いただきます。はい、りんちゃん学校頑張ってください。頑張ってください。はい、じゃあ今日はちょっとママの喉が悲鳴を上げてますので、この辺でどうですか？そうですね。でも前回のね動画から結構期間も経ったんじゃないかな。あれ3万人の時だったよね。そうだよね。今18万人ぐらいかな。そうそうそう、だから15万人増えてるからね。またじゃあ増えてきたらね、うん、質問コーナーとかやっていこうかなと思いますんで、うん、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、バイバイ、また見てね。Ha ha 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 ha!